あ、来てる。何？私はついていけばいいの？あれ全部ザークの卵だ。きっと僕らを食べちゃうんだ。これ以上僕は進めないよ。全然進んでないですけど。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回は？これか？ポンチョを作ってもらったとこで終わったんやっけ？作ってもらって、このエリオットに渡して終わったんかな？ポンチョありがとう。またいつでも来てください。ところで私は顔色悪いですか？顔色とか全くわからんけど、ロボットでしょ、君。何？終わったの？ここは。待って、これから何すればいいんやっけ？なんか、どっか行くみたいな言われた？なんかこれのことしよったよね。修理されたトラッカー。あ、そっか。で、これをどうしたらいいん？これで正常に動作するはずです。以上？ね、やることは？じゃあ、やることを教えてくれるかい？トラッカーが治ったようです。シームスに見せましょう。ああ、なるほどね。シームスって誰やったっけ？あ、なんか途中で、別れたやつよね。どの辺で別れたんやった？なんかどっかさ、どこやっけ？あれ？どこやった？なんかどっかのさ、どっかから覗いとるみたいな状態で終わってなかった？この辺か？違うな。何？なんかめちゃくちゃ文句言えるけど。文句かどうかわからんけど。あ、ここか。ここじゃない？あれ？違うかな？あなたは誰でしたっけ？あ、こいつやこいつ。トラッカー直してくれる人見つかった？もう、直したよ。直してもらったよ、これ。直ったの？直ったんだね。すごい。こっちに持ってきて。はい。どう？これで何？外の仲間と繋がるんやっけ？外ってか、どこかわからんけど。なんかどっか。ピングの応答があった。パパはまだ生きてるってこと？信じられないよ。ピングって何？ロボットの名前？トラッカーの指示に従おう。パパが行った場所がわかるかも。ふん。なんか動き出したぞ。なになになに？どこ行くの？ついていけばいいということか？楽譜を探していますや。全然落ちてないやん。大丈夫？どこに向かいよんやろ。何？コンパスみたいな感じになっとるってこと？なんか、あれじっと見ながら進んでいきよるよね。こっちって出入り口じゃなかった？なんかその外の世界との。行くの？普通に出て行くの？行ったらいかんのじゃなかったっけ？大丈夫？間違いない。パパは本当にスラムを出たんだ。そこは危険だけど、僕は真実を知る必要がある。やってみよう。マジで？開くよ？開けるよ？わあ、外の世界。外の世界って言っても私にとってはあれか、ここにたどり着くまでの道のりと同じってことやろうけど。シームスは来ないの？あ、来てる。何？私はついていけばいいの？そこなんか入力せんといかんのやねん。あれ全部ザークの卵だ。きっと僕らを食べちゃうんだ。これ以上僕は進めないよ。全然進んでないですけど。
てか卵から生まれるんや。え、あいつらも機械じゃない？卵から生まれるの？マジで？君みたいに走れないよ。僕だけザークに捕まっちゃう。そういえばみんな歩きよりよね。走る機能はついてないのか、君たちには。ほら、このバッジをつけて。パパが見たら君は仲間だって分かってくれるから。アウトサイダーバッジ。あ、これあれよね。なんか壁とかに書かれとったやつよね。なんなんこの、すごい気になるんやけど。なんかクモンのマークこんな感じじゃなかった？ふふ。ねえ、クモン式。僕がドアを開けてあげるよ。ふんふん。ありがとう。え？びっくりした。もうすでにかと思った。なんかおるかと思った。ごめんね。もうこれ以上先には行けない。僕のロマなんだ。ザークに捕まっちゃう。パパを見つけて。パパを連れ戻して。了解です。どんな人かよくわからんけど。閉めた。そしてめっちゃ見てる。え、私はもう、どこやっけ？スラムには戻れんってこと？え、なんかめっちゃ。今のあれじゃない？ザークの声じゃないの？え、どこにもおらん？大丈夫そう？デッドエンド。うわ、めっちゃおるやん。やだわー。ん？なんかこの辺ってさ、なんか最初の場所にめっちゃ似てない？うー、滑り落ちるー。最悪。いや、最初の、一番最初の、猫たちと一緒に、他の猫たちと一緒に行動しよった場所に似てない？ちょい。あー、嫌なんですけど。ちょ、上登ってくんなし、おい。嫌だー。ほ。くんなって。どこに行けばいいん、これ。ひたすらまっすぐ？うぃー。やめてくれー。あー、下にもおるー。うわー、上から来るー。来ないでー。ほら、最初の場所にめっちゃ似とるよ。うわ、まだ来る。どんだけやねん。ほら、そろそろあれやない。仲間と合流。いやー。そろそろ仲間と合流できるんやない。あ、これ、絶対違うやん。絶対この下やん。うえー、いっぱいおる。待って、どこまで行けばいいん、これ。ここまで来たら、とりあえず一旦安全。ぽいけど、あれに渡るんか。は？んで、あっちか？あ、こっちやった。待って。え？待って、いけんねえけど。え？何？どこに行けばいいんだ、これは。てか、どこから来た？今、私、あそこから来たよね。ほ？あ、一旦こっち。待って、こっち行って、こっち行って、で、次またこっち行って、勢いで。よいしょー。ってことかな？え、でもあっち。え、渡れる？渡れんくね？え？待って、もう一旦こっち戻って、で、もう一回行ったら、うし、なるほどね。何回かいるんやね。なんか沈みそう、大丈夫？なんかね、最初の方に移動しま、何？動くんですけどめっちゃ。台車や台車。うわぁ！待って、超危険やん。あぁ！いや、死ぬって。死ぬって。え、ここは一体どこなんでしょうか。大丈夫ですか？随分深くに落ちてしまいました。また？せっかく上とやってきたのに。ドックはこの辺りのはず。間もなくですね。ドックっていうのはあれか？ロボットの名前か？うわぁ、またほら、ひょこひょこなりよるやん。よくないって、そんな短期間で。あ、戻った。ん？なんか動けな、あ、動ける。めっちゃ眩しいやん。なに？あ、ここ登っていけそうな感じ。よっ。お、どんどん上行ける。
こっちかな。あっち側になんか渡れそうか。ねえ、なんか結構外っぽい感じ。何あの絵。外っぽい感じやし、一応明るい。ここは上がれんのか？こっちか。うい。柵の上に留まれるんかと思ったら違ったわ。え、これは？ただの卵。え、なに？なんか動いたような音聞こえた？気のせい？あれ？なんかあれよね。デッドエンドって書いてあったよね。デッドエンドってあれよね。スラムにたどり着くまでに、通ったとこよね。じゃあやっぱりなんかちょっと戻っとんや。何ね、どこに行けばいいん私。なんかその最初の頃みたいにさ、矢印で導いてくれんけんわからんねえけど。とりあえず行けるところに行けばいいんかな。ここは入れない。ん？これ上上がれそう。どうなんかな？行くべき場所にしか行けんようになっとんかな？ちゃんと。そうやったら助かるんやけど。ね、そうやったら助かるんですけど。これぐるっと回って出てきたよね。もう一回こっちに来てみるやつ。ん？これ。あ、入れる。待って、あれなんか、ゲージの中で買われとるって。ほら。浮気も。何この建物。ん？セーフゾーンって書いてる。ほら。こいつら、あそこに閉じ込めとる限りは大丈夫なんか。別になんかすることとかある？なんか見れるものとかさ、メモリーみたいな。メモリー。みたいなのあるんやない？ない？ないな。でもそんなに、なんか、ロボットおる。でも壊れとんかな？うーい！壊れてない！うわー、あ、これや、ドッグ。待て、ザークではないな。誰だ？わしのバッジをつけてるではないか。どこで見つけた？わしの息子からもらったのか？アーシームス賢いやつめ。これお父さん。長い間ここに一人でいる。ディフラクサーのテストのためにここに来た。でもうまくいかなかった。何ディフラクサーって。家に戻りたい。泣きたいほど息子に会いたい。家の中は自由に見てくれ。だがどうやってこの場所から抜け出すかはわしには皆目見当がつかない。外結構、まあ、この辺りは大丈夫なんか。ここには来ないの？何やった？ザック？なんかいる。あ、ごめんね。コップ倒したけど。大丈夫？ん？なんかマーク出んかった。気のせいか。びっくりした。動けんのかと思った。別に何も、ないのか。ないっぽい、なあ。めっちゃ外見よるやん。こっちは？なんもないな。あ、崩れそう。こっちとかも別に、何もない。ああ、崩れた！どうすればいい？外に出ればすぐにザークどもに襲われる。一応、あそこのゲージの中のやつは、あれ？家の中まで入ってきたやつを生き捕りにしとる感じ？お、自販機あるよ、自販機。家の中は自由に見てくれていいって言われても特に何もないんだけど。なんか調べれるようなものみたいな。この上上がれんのや。ん？なにこれ？びっくりした。いつの間に？
おい、そのディフラクサーには気をつけろ。フルチャージでザークどもを紙吹雪のように吹き飛ばせるのだ。え、そんなんあるんなら大丈夫やん。この赤ん坊を動作するには 1.21GW 必要だ。何言ってんだか全くわかんねえや。何この赤ん坊って。ジゴワットって何？ここでそこまでの電流を起こせるのは家の外にあるジェネレーターだけだ。起動しないな。ヒューズが飛んでいるようだ。修理するには外に出なければならない。だが外にはザークどもがいて危険だ。わしは機敏には動けん。だがお前ならやれるだろう。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれれば、わしがディフラクサーにチャージすることができる。ふん。こっちに来なさい。お前がすべきことを教えるから。お、なんか次にすることが分かったっぽいな。ん、あの辺なんか、これ音楽かな、ただの。気持ち悪い音楽やな。止めとこ。この辺はカリカリするだけ？特に何かが出てくるわけではないっぽいな。何も、ない。んで、何、どこ、どこ行った？え、どこ行った？ん？おらんくね？二階か？え、おらんよね？何あれ、気持ち悪い。ふふ。二階かな？ちょ、どこ行ったんか全く見てなかった。あー、おったおった。で、なんて？さあ、このヒューズを持って行きなさい。新品だ。ほう、ヒューズ。ジェネレーター起動時に大きな音が出るから、ザークに見つかる可能性がある。お前がジェネレーターを直したら、わしがディフラクサーにチャージをして、直ちに起動する。このケーブルを辿っていき、ヒューズを取り替えるだけでいい。その後またここで会おう。え、何？いっぱい出てくるかもしれんけど、それをすべて追い払ってくれるってこと？グッドラック。やだー。やだわー。全然行きたくねー。